僕の研究は、まあ、脳卒中を発症しますと、体の下半身が麻痺してしまうんですね。麻痺というのは、まあ、動きにくくなるということなんですけども、その動きにくくなる、その特に手ですね、手が動きにくくなる部分をしっかりとリハビリテーションを行うことで、元の生活に戻っていただく、まあ、その方法を開発しているという形になります。特に最近力を入れているのがロボットを使った、まあ、リハビリテーションの方法になります。今まではその私たち療法士が手に手を取ってこう同じような動きを繰り返してたわけなんですけども、やはり人がやるという形で毎日少しの誤差が出てきますし、人が全くずっとついていくわけにはいかないので、どうしても練習の量っていうのが限られてしまってたんですね。でそれが、まあ、ロボットを使うことによって、適切な練習、正確な練習をたくさん量ができる、まあ、療法士だとかリハビリテーションの研究は特に研究のための研究してしまうと全然現場で使えなかったりするので、やっぱり臨床の中で得たこう疑問だとか、本当に目の前の生の声ですよね、困ってる声っていうのを解決するそのシードっていうのを見つけてきて、でそのシードをこう解決するための研究を展開していくと社会貢献にもなりますし、患者さんのその幸せにも直結してくるっていう、まあ、これが多分リハビリテーションの研究ではすごく大事なところだと思います。ロボットで動く力っていうところを挙げて、でその動く力をどういうふうに生活の中で使えるのか、ここは私たち療法士の役割になってくるんですね。なのでロボットと人間がしっかりと役割を分担して、その強みを生かし合う、そして目の前の対象者の方にきっちりとした成果をお渡しするっていうところが、今そのロボットの問題点とそれを解決するための方法として私たちがたどり着いた結論かなというふうに思っています。リハビリに関してはロボットが人の仕事を奪うということはおそらくなくて、ロボットの強みと人の強みっていうのをちゃんと科学して、それをしっかり適切なところに振り分けるっていう、この作業が一番大事なことだと思ってます。はい、総合大学で、まあ、リハビリテーションを学んでいく際のメリットとしては、理学者さんとか数学者さんとか統計学者さんとかいろんな人が関わってくださることによって、世の中の人を幸せにするような、まあ、そういった機器ができたりだとか、あの手法が完成したりするというふうに思ってますので、より開かれた知識を学生の時から学んでおけるというのは非常に重要なことかなというふうに思います。日本でも優秀なロボットというのが近年非常に開発されてきています。まあ、その一つが私が関わっているロボットになってくるんですけども、そのロボットに関する開発に関しては、まあ、日本の中でも有数の業績を残しているというふうに考えておりますので、ぜひ、日本でもこういうロボット療法を学びたいと思われる方はご参画いただけるとありがたいなというふうに思っています。